ではこれは桜の木、はい、山桜なんですね。山桜、はい、まあ、でかい木だったんですけど、まっすぐ棒で一本こう取り木したんですよね。はい、はい、で余ったとこなんでここね取り木してちっちゃいの作ったんですけど、はいはい、それの余ったところですね。余ったところ、はい、間延びしちゃってどうしようもないんで、はい、本来なら切り込んだりして作り直したりするんですけど、はい、本当が古いから生かせるかなってところで継ぎ木、継ぎ木、はい、っていうテーマで、うん、はい、やっていただけると、まあ、はい、ベストはね2月3月とか春ですけど、今の時期もまあできなくはないと、はい、なるほど、はい、まあ、これたまたま伸びてるからこういうのは指継ぎって言ってこういうところについたりしてくっつけちゃうと、はい、くっつけちゃって枝を作ってもいいですしね、はい、ついでにあとは切り継ぎって言ってこういうところに切り口つけてくっつけちゃうっていうね、やり方も、まあ、今時期やるのは、まあ、結局今ついたところで伸びてくるのは来年の春なんですよ、はいはい、まあ、2回チャンスがあるよっていうぐらいですよね。2回チャンス、そう、もう1回春にもできますんで、あ、うん、春と秋にできる作業、そうですね、まあ、一般的には春ですけどね、はい、まあ、指継ぎだったらいつでも大丈夫です、はい、ちょっと実際にやっていただいて、はい、継ぎたいところに持ってこれるようにしますね、まず、はい、なるほど、まあ、ここがいいかなって、はい、補助的な針金ですけどね、まあ、この辺に一本枝くっつけると、はい、つけとこうかなってところですね。でも下の方が寂しいから上から持ってくるみたいな。そうですね、はい、へえ、まあ、下ができればまた上切り離しちゃってもいいですしね、ちっちゃくちっちゃく、はいはいはい、太くてちっちゃい木作ったりするんでね。そうですね、これが指継ぎ、指継ぎですね、はい、よいしょ、動いちゃう、指継ぎは切れ込みを入れて、はい、そこに埋め込む感じですよね、はあ、はい、この目が入る感じ、なるほど、ちょっとこれ 刃を入れる深さっていうのは、まあ、できればあの綺麗に継ぐんだったら枝がすっぽり入る深さですかね。木の芯を傷つけないようにとかはあるんですか？いや、特にこの切れ込み側は特にないですね、はい、できればぴったりぐらいのサイズに、なるほど、はい、でこれで大体ぴったりはまったんで、はい、今度はこっちの枝の裏側もちょっと皮を剥いてあげてくっつくようにね、そのままだと皮が邪魔しちゃってくっつかなくなっちゃうんですか。へえ、根みたいなのが生えるんですか？そうですね、まあ、要は中の細胞同士がむき出しになっているとくっつくんですよ。の傷口ですかね。人間もよくあるじゃないですか、はいはい、かさぶたじゃないですけど、指継ぎだったら誰でも簡単にできるんでね。へえ、で場所決まったら、はい、まあ、これ細いから画鋲にしますけど、画鋲ちょっとこういうのでね浮かないように、よっと、首とかね、いろいろ使ったりしますけど、紐紐だったりとか、ね、で一応仕上げにテープ、はい、まあ、これ継ぎ木テープっていうテープが売ってるんですけど、はい、まあ、そういうんじゃなくてもできると、できますね、まあ、乾燥防止っていうかな、その傷口からバイ菌入ったりしないようにする目的もあるんで、うんうんうん、次はまあこれで終了です。はい。ね、これで来年面の動きを見て伸びてきたらどんどんこうちょっとずつ切り離したんですけどね。それはその時でも。ああ、ね、はい、別々の枝にするってことですか。そうです。ここで切っちゃって。はい。このままなのかなと思ってた。これはこれでもう必要ないですよね。なるほど。ここで切っちゃうってことですね。そうですね。後々伸びてきたら。へえ、はい、面白い。こっちよりこっちが太くなってくるんですよ。ここがくっついてくると。あ、はい、栄養がいってるってこと、はい、そうするとこっちをどんどん
切り離していって、いきなりで切っちゃうと、ね、あの通路ができてない時に切っちゃうと、はいはい、こっちも枯れちゃうんですけど、うん、これどんな木でもできるんですか？ほぼで何でもできますね。ほぼできる、はい、もうほぼ 100% 間違いないんじゃないですか。なるほど、うん、失敗してもすぐまたやり直せますしね。へ、別の木持ってきてやってもいいですね。別の木でも同じ種類の、そうそうそう、はい、誰あればできると。できますね。もっと下の方につけたりいくらでもできます。これは簡単な指継ぎ。指継ぎ、はい、おすすめ、初心者、初心者におすすめの継ぎ方、はい、継ぎ方、はい、ついでにもう一個、いわゆる腹継ぎっていうんですかね、脇に継ぐ腹継ぎ、はい、こういう元気な、まあ盆栽っていうかこういう苗みたいなみんな弱いんですけど、はい、本当は庭木とか元気な太いやつの枝を採取して採取して継ぐのがいいんですけどね。枝の先っぽ切って、はい、斜めに。そうですね。こういうことですね。皮を合わせるんですけどね。こっちにやっとこうか。これ何回も出たり刺したりやってると木の繊維ですかね、はい、通り道がちょっと傷んじゃうんでね、あんまりよろしくないんで、できれば一発で挟みたいですね。これは上の方を切って V 字に切ったものをここの幹を削ったところに置くみたいな、ね、はい、形。そうですね、皮の下の水が通ったり栄養が通ってる部分にこの枝のそれを合わせて、うん、はい、でくっつけるんですけどね。なるほど。こっちのが成功率は低いですね、うん、さっきのやつよりも全然。そうですね、ちょっと技術的にも、うん、で乾燥と水、乾燥に弱いのとあと水が入ってるとすぐ腐っちゃうんで、水入れない方がいいですね。水入れない方がいいですね。特に桜は病気とか入りやすいので、はいはいはい、特に水は、今の時期だからなんだから、よいしょ、先に頬をね、あのビニールで包んだりしてもいいんですけど、頬というところ、これは継ぎ頬って言うんですけどね、はいはい、台木で継ぎ頬って頬、ね、はい、これを包んで乾燥防止とかした方がいいんですけど、今ちょっとやり忘れたので後でビニール袋を入れるっていう、かかぶして、ね、縛る時も程よい強さでやらないとやっぱり潰れて水が入らなくなっちゃったりしますんで。なるほど、はい、まあ、基本的にこれですよね。まあ何でもいいですけどね、こういう小袋があれば。水やりの時に水が入らないように、はい、ね、なるほど、まあ、セルハンテープでも何でも止めれば、よいしょ、とりあえずこれで寒さの保護と。あ、寒さもあんまり良くないですね。そうですね、まあ、春だったらある程度大丈夫ですけど、まあ、これである程度乾燥が守られますね。なるほど、はい、最初におっしゃってた時に、うん、ビニなんかこのはいはい、本にお前とけばよかったっていうのは、はい、そうですね、まあ、また別の資材ですけど、はい、デールテープってこういうのがデールテープ自然にあの朽ちてくんですよ、目が出るテープこういう資材が、まあ、例えば、まあ、
こういう方ですね。よく伸びてよく切れるんですけど、巻いといて。ああ上の部分を巻いておく、乾燥防止ですね、はい、でこのテープは、ね、光で勝手に腐食して破れてきますんで、ああ、はい、ほっといてもなくなってくる、なくなってくるやつで、しかもこれ程よく伸びれば切れるやつなんで、はいはい、あの目が動いてきて勝手に突き破って出てくるんですよ。なるほど、はい、まあ、これつくの使うと、まあ、成功率はどんどん高くなりますね、でこれで刺すとすぐね、ピッとね、うん、それが刺してきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、あ、まあ、ますお邪魔してます。あこれもだからどんな盆栽でも大体できると。そうですね、うん、やりやすいのとやりにくいのとありますからね。成功しやすいのと難しいのと、ね、柔らかい木だったらやりやすいのかもしれないですね、うん、この枝のやつは、うん、欅とかだと多分、いや、もう欅でもできますね。できます、ビヨーンって伸ばせば、へ、うん、1年ぐらいの枝だったらみんな柔らかいんで、はい、特に夏場のが柔らかいですね、あ、うん、そういうのは。これやる時期としては別に夏でもいけるんですか。というか腹継ぎとかは春と梅雨時期が一般的ですね。春と梅雨、はい、へ、あとは秋にできるのが何本か、何種類か、まあ、木によって木によってですね、ことですね。まあチャレンジしてみるのはいくらでも。なるほど、はい、チャレンジしてこの元がダメなことっていうのはあんまりない。あんまりないですね、まあ、ちょっと傷がつくぐらいで、はい、まあ、深く切り、そう切り込みすぎなければ、はい、入れるときに刃を入れるときのコツっていうか、はい、まあ、あの古い枝とかだと、まあ、古い幹だとあのベロッと剥がれちゃうんですよね、はいはい、あの、まあ、そういう剥がれないように気をつけたり、芯の方まで入れちゃっても、まあ、大丈夫ですけどね。大丈夫なんですか、はい、まあ、ベロッと剥がれなければ。なるほど、じゃあ結構思い切って、まあ、密着すれば密着するだけいいんで、あ、はい、まあ、なるべく平らにこうやってえぐったりしないようにまっすぐ入った方が。なるほど、はい、いいですね。わかりました、はい、で今日は桜の接ぎ木、はい、教えていただきました、はい、これは勉強になりました。ありがとうございます、はい。